長八幡宮宮司広瀬でございます。本年はこのコロナの騒ぎになりまして、4月以降ですね、大きな祭りはできませんでした。これも非常にやりますと感染等々流行いたしますので、今年は皆さん氏子の方々に協力をしていただきまして中止をさせていただきました。この暮れになりますとですね、新しく令和3年の願いを込めて神社にお参りをされる方がたくさんおられると思いますが、今年はコロナということで神社の方にもこのような鈴を設置させていただきました。これはだいたい上の方に投げました。そして振ることによりまして、おかみ様の心に近づけるということで、本来ならば上につけたいわけでございますけれども、コロナの関係上ですね、当社も知恵を絞りまして、足で鈴を鳴らすということにさせていただきました。どうか平成3年にはですね、この鈴も上の方に下げていただけまして、平常通りの鈴の音を聞いて鳴らしていただきました。そして深川様の声をいただければというふうに思っております。今年の正月はどういうような形になるか分かりませんけれども、令和3年に向かいまして、来年は、牛年でございます。牛歩、この大地に足をしっかり据えていただきまして、令和3年がですね、新しく本当にコロナのない新しい時代になりますよう、ご祈念をさせていただき、どうか皆さん新しく令和3年が迎えられますよう、ご祈念をさせていただきます。どうぞ参拝の方よろしくお願い申し上げます。